山診療所のただ一人のお医者さん、つまり私のお父さんです。杉山直樹です。はじめまして。それはまた。いやいや、謙遜することはないよ。どうだろう、君さえよければ家に寄ってお茶でも飲んでいかないか。帝都の話もいろいろ聞きたいところだしね。と言っても新しく建てたものではないがね。もともとここにあった建物を改装して使っているんだよ。商売としては困ったものだが、病人が少ないということはいいことだしね。ゆったりと過ごしているよ。それに家の中ではこの診察室が一番広いということもあってね、客が来るとここに来てもらうことが多いよ。なるほど、いろいろあったのだろうね。
君と似たようなものだよ。私の妻がもともとこの村の生まれでね、一家ごと移ってきたんだ。お母さんはもういなくなっちゃったけど、居心地よくてここに座っちゃってるんだ。いやいや、いいんだ。妻が亡くなったのはもう数年前のことだ。珍しい人だな、君は。そういえば直也君、君は今どこに泊まってるんだね。一人で。失礼だが、そのご友人は。そうか、すまんね。私はちょっと勘違いしていたようだ。どうしたの、お父さん。灰寺に見慣れない人間が住み着いているという話があってね。君の知り合いかと思ったんだ。金髪の背が高い人。どうしたの？村でもあの人と話したことのある人は少ないんだって。貴重な体験だったかもね。直也君と彼女の雰囲気というか、まとっているものが同じような気がしたものでね。いや、ただのたわごとだ。忘れてくれ。あんまり患者さんが来ないから、変なことばっかり考えてるんじゃないの、お父さんは。そうだな。たまにはちゃんとした診察もしないとな。直也君、どっか悪いところはないか？残念。嘘でもいいから診察がしたかったのだけどね。それは意味がないよ、お父さん。まあ、いつもこんな調子だが、よろしく頼むよ、直也君。
ものがなんで置物みたいにボケーっとしてるんだい。もっともあんたはガキの頃からどうにも縮むさいやつだったけど、面白くもない眺めだと思うけどね。まあ人の趣味には口出すつもりはないけど、ほっといたらなんだかそのまま足踏み外しそうだったからさ。他に見入られたのかい？そりゃそろそろ黄昏時、間に合うっていう時間だけど、神社の目と鼻の先で転げ落ちて死なれるのは勘弁してほしいね。気楽なもんだね。ああそうだ、そうやって暇してるんなら上でマトリの手伝いをしてやっとくれ。ああ、村の子供たちが遊びに来ててね、すっとろいマトリだけじゃ難儀してるんよ。そう、そんじゃ頼んだよ。まあ、そろそろ子供たちも帰る時間だから適当に相手してあげとくれ。村の寄り合い、まあちょいと酒も楽しめるんでね、行かなきゃ損やね。そっちに行っちゃいけませんよ。タスケくん、ゆかちゃんの髪を引っ張っちゃダメですよ。お姉ちゃん、おしっこ。あら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 、それじゃあよしくんこっち。直也さん、こんにちは。このお兄さんが一緒に遊んでくれますからね。
このお兄さんは優しい人ですからね。噛みついたりしませんからね。お名前は直也さん。みんな直也お兄さんって呼びましょうね。にしても、直也、正直ここに来るまでは田舎というところはもっと閉鎖的だと思っていたんだが、思い込みだったようだな。何か理由でもあるのか？
中には同じ境遇にある人間を受け入れるどころか逆に拒絶する者もいる。いい人たちだな。それにどうしてなかなか可愛らしい人が多い。いやいいところだな。素晴らしい要素が多いと言っているんだよ。それとも君は否定するのかい？
もしかして